去年5月から6月にかけて交際相手の池田里奈被告の娘の小鳥ちゃんに暴行を加えて放置して死亡させたとして傷害致死などの罪に問われていますこのうち藤原被告の裁判が今日から始まり法廷で藤原被告は一切やっていませんと述べて小鳥ちゃんへの暴行を否定し無罪を主張しました一方、検察は暴行は被告によるものであり 社会常識からしても衰弱した小鳥ちゃんを保護する立場にあった2歳児の命を失わせたことは極めて重大で卑劣な行為だと指摘しました弁護側は暴力を振るったのは育児ストレスを抱えた母親の里奈被告だった藤原被告は最低限の世話はしていたものの脇役に過ぎないと反論しました 藤原被告は黒いスーツ姿で法廷に入りフェイスシールドをつけて裁判に臨みました起訴された内容については一切やっていませんと述べ裁判長からすべて間違いということですかと聞かれるとはいと答えて無罪を主張しました一方検察は小鳥ちゃんの傷はほとんどが暴行によるもので特に顔にできた傷は被告の拳の大きさと整合しているなどと指摘しました 亡くなった小鳥ちゃんは体重が2歳児の平均の半分ほどしかなく全身にはあざややけどの跡が残っていたということです今後の裁判では母親の里奈被告などが証人として出廷し藤原被告が暴行を加えたかどうかなどが争点となる見通しです判決は来月16日に言い渡されます